釈ですが、これはまだ効果が出ていないというのか、他の状況でしょうか。そうですね、まあ、本当に効果が出されば大体10日から2週間ぐらいで少し数にも反映されてくるかもしれません。ただ、まあ、やっぱり山口、広島はまだまだ増え続けていますので、まあ、顕著な効果はまだ見られていないと思います。まあ、いずれにしてもですね、やはりこう飲食を重点的にこう抑制するという策が中心のまん延防止措置ですので、はい、なかなか効果自体は期待できないんじゃないかなとは思っています。となりますと、その効果が期待できる政策というのは具体的にどういうものが考えられますか。まあ、やはりタイミングとしてはですね、まあ、この感染が急拡大している今のタイミングをしっかりと捉えて、やはりまん延防止措置やって、それからさらに増えたら緊急事態宣言というふうにこう切り替えていくんじゃなくてですね、まあ、ちょっと極端かもしれませんけど、もうこのタイミングをって全国を緊急事態宣言にする。ただしそれはもう2週間、はい。